今シーズン再び世界に挑むスラローマー岡部哲也選手が今後の目標などを語ってくれました。強くなっていくために選ぶスキーをね、選びたかったというそういう感じでした。スキーだけじゃなくて、まあ、車でいうと F1 レーサー、車変えるのと一緒でね、僕自身もやっぱりそういう意味ではそういうチャンスもあっていいと思ってるし、出るか限りにはやっぱりメダルを狙っていきたいと思いますけどね。けどオリンピックで勝ってもね、いわゆる一つの通過点しかないかなっていう、それよりもやっぱりワールドカップとかね、一回も取ってないね、やっぱり勝利をつかみたいななんて思ってますけどね。